こんにちは、億万長者合宿の動画をご覧の皆様。そうですね、吉谷さんね、まあなかなかネットビジネスで稼ごうって言ってもね、なかなかその気にならなかったり、 YouTube で稼ごうと思っても YouTube がね、なかなか最初の一歩の動画が撮れなかったりとか、ネットワークビジネスで稼ごうと思っても、1回目のね、1人目のプレゼンっていうんですかね、アポイントメントがなかなか決まらなかったりするんですよね。で、まあこれはね、なんでなのか私よくわかんないんですけども、おそらくですよ、おそらく受験勉強をして競争に勝って、就職活動をして就職して、そしてその企業の中で出世競争をするっていう風な、その思い込みが未だにあるんではないかなと思うんですよ。例えばね、私は今子供が生まれて2ヶ月になったんですけども、子供の将来を考える時に私が思ってるのは、10歳ぐらいにはまあ投資ができて、ヤフオクで転売ができて、アフィリエイトができて、ブログを作って、ホームページを作って、FX も当然やってみたいな10歳像を自分の子供に描いてるんですよ。で、そこにはですね、学校の中で競争して、まあ、学校には行ってもらうと思いますけども、学校の中で勉強を競争して受験を選んで、受験の向こうにある企業に就職してとかね、それから公務員目指してっていうルートは選択肢の一つでしかないんですよ。しかもかなりね、優先順位としては低いです。で、私は多分10歳ぐらいには FX で勝てたりとかね、それから投資がそこそこできたりとか、あと転売ですか、できたりね、でサイトを作ったりとか、ツイッターでバズらしたりとか、まあ当然 YouTube も、法的な問題ありますけども、何らかの形で関わらせようと思うんですよ。編集とかね、音声とか、ああいうので関わらせようと思うんですけども、まあ、そういうふうなもう前提があるんですよ、私には。でもそんな親から育った子供っていうのはそういう先入観を持ちますよね。で、就職っていうのはものすごく大変で、しかもリターン少ないよっていうふうに私は言い続けますから、多分そういうふうなマインドで、10歳になり15歳になり20歳になっていくんだと思うんですよ。でも多くの方っていうのは多分どこを見ても、横を見ても、上を見ても、下を見ても、勉強して就職して、一生懸命その仕事をね、自分の好きでもない仕事を一生懸命やるみたいなルートを みんな見て、で仕事ってのは大変でもしょうがないんだっていうところ、そして月給で20万とか30万が当たり前というふうなところで未だにいるんじゃないかなと思うんですよ。で、自宅でですね、パソコンの前に座って、でここで100万とか1000万とか1億を作っていく、一歩も外に出ずにお金を稼いでいくなんてイメージ湧かないと思うんですよ。湧かないし、そういう人に巡り合ってないし、本当にね、なんかそういうところが大きいんじゃないかなと思います。で、私も同じで、そんなね、パソコン1台で何百万とかね、何千万とか稼いだ人なんて私の人生周りにいなかったですよ。いないけども、おそらくできるだろうなと私はそういう思い込みを持ちました。まあだからね、素敵な思い込みで自己判事にかかるとものすごくやりやすいなと思うんですよ。で、おそらくね、できない人のほとんどは自分には無理っていうのを現実化しちゃってるんですよ。だったら、もう最初からね、その道に行こう、ネットビジネスで行こうって思わなくてもいいのに、ネットビジネスにチャンスがありそうだな、でもどうしようかなみたいな感じなんですよ。非常にもったいないですよね。だからまさに吉田さんが言われたように、好きな女の子に告白しそうでしないみたいな、ね、そんな感じだと思うんですよ。今振り返って思うんですけども、ぶっちゃけね、これちょっとね、ふざけたこと言うようで申し訳ないんですけども、小学校中学校の時に好きな女の子ができて、明るく告白したら大体うまくいきますよ。小学校中学校高校ぐらいまではまあお互いに見る目がないんでね、本当にこれは。だから将来性とかね、進路とかね、それから家庭とかっていうのも全然わかんないんで、本当にね、なんかこう告白されたら嬉しいなと、これを逃したらまあなんていうのかな、次そんなチャンスあるかどうか分かんないみたいなね、まあ、そんなとこじゃないんかなと思うんですよ。だからね、なんかちょっと話が変になりましたけども、やってみたら結構いけるなってことが分かるってことです、どんなことでも。で、前提としてはね、失敗して当たり前って思ってきゃいいんですよ。で、うまくいかなくてもやっぱりねって思ってきゃいいんですよ。で、なんていうかな、失敗してへこむ人って自己評価高いんですよ。うまくいくに違いないとかね、成功したいなとか思うわけですよ。もちろんそう思うことが悪いことじゃないんですけども、そう思うがゆえにチャレンジに億劫になるっていうかね、チャレンジに臆病になるぐらいだったら、それはもう全く逆効果で、どうせダメなんだったらアクションを起こして
ダメという現実にぶち当たろうというふうなね、大胆さぐらいはあってもいいんじゃないかなと思うんですよ。まあそんなところですかね。YouTube ね、一生懸命作ってもそんなに再生されないと思うんですよ。でされなくて当たり前だと思えばいい、思えばいいんですよ。でね、10本20本作って数万再生の動画作れなかった自分にはセンスがないかなって思っちゃうのがちょっと自己評価高いってことでね。だからね、自分の値段を見誤らないことだと思いますよね。自分の値段は自分が思うよりも高くないってことなんですよ。でも逆に高めていくことはできます。だから最初は本当にね、自分の価格っていうのは安いですけども、でもそれをね、捉えた上でそれを受け止めてちょっとずつ上げていく作業、それが凡事徹底って日々やることではないかなと思いますけどもね。では以上です。